今季米大リーグが20日、韓国、ソウルでのドジャースパドレス戦で開幕する。大型契約でドジャースに移籍し、揃って新天地での新たな挑戦をスタートさせるのが大谷翔平選手、29と山本義信選手、25だ。2006 8年にドジャースでプレーし、現在はプロ野球、d n a で国内外のスカウティングなどをサポートする本部長付アドバイザーを務める斎藤隆、54に2人への期待や、チームの特徴などを聞いた。磯貝英奈、写真まとめ、会見に臨む大谷翔平選手、大谷選手、山本選手がドジャースでプレーすることについて、率直な感想を教えてください。そうでですね今までもたくさんの日本人 アジア人がドジャースでプレーしてきましたが、大谷選手、山本選手という、今の日本選手では二トップというか、最強の二人が自分の所属したチームの後輩になるっていうのはすごく嬉しいですし、活躍してくれるだろうなと期待しています。やはり活躍してほしい気持ちが一番ですね。先輩というのがおこがましいぐらい、彼らはすごい選手ですし、 僕は3年くらいしかいなかったので先輩面するのはやめようかなと思いながら応援しています近年のドジャースの戦力をどう分析していますかレギュラーシーズンを戦う上での戦力分析そしてリクルートも含めた作戦的なものはほぼ完璧に近い状況だなと思って見ています現にこの11年間毎年プレーオフに進出していますただこれもメジャーリーグの難しさですけどワールドチャンピオンを目指すとなると レギュラーシーシズンをを勝ち抜く戦力ととはまた別の難しさを感じていると思うんですチームはそこをなんとか克服したい、どのように克服して最強のチームにしようか、もうずっとずっと考え続けてきた上で、大谷選手と山本選手の契約に至ってると思います。彼らは一人の選手として、レギュラーシーズンを順調に戦って結果を残していく必要がありますが、チームは10月からのポストシーズンも見据えているはずです。 2人ともミスターオクトーバーと呼ばれるようなプレイヤーになるだろうとドジャースのオーナー以下スタッフが強くイメージしたのではないかと考えられますねドジャースのチームカラーを教えてください活動拠点のロサンゼルスはカリフォルニア州のすごく気候のいい地域にありますメジャー3 9弾団の中でも西に移動したチームの中では老舗というか歴史伝統のあるチームでありながら 東にある名門チームと比べて服装なども含めてゆるいなとチームに所属していた時には感じていましたファンの方の印象はどうでしたかカリフォルニア特有の気候がそうさせてるのかもしれませんが非常にアットホームな雰囲気ですドジャースの歴史上東の名門チーム例えばヤンキースやレッドソックスなどと比べると温かいファンが多いですまたメキシコとの国境が近く カリフォルニアは比較的メキシコ系の方が多い古くは日系企業が非常に多くあった地域でもありますしロサンゼルスは世界中のあらゆる人種が住んでいると言っても過言ではない場所だと思っていますそういう地域性もあるのか日本人に対しても友好的でとても温かく応援してくれる方が多かった印象があります 斉藤さんの入団前と後で、チームに対するイメージは変わりましたか、はい、僕が最初にメジャーを経験したチームがドジャースでした。どのチームに入っても、メジャーというのはやっぱり厳しい世界です。ただドジャースには3 9球団の中で先駆けのアジア部署がありました。そこには日本人も含む多くのアジア圏のスタッフがいました。僕自身も入団してからそのことを知ったんですけど。 サポートがアメリカの選手と同じかそれ以上に手厚く非常にしっかりしていましたもちろん厳しい世界ではありましたがサポートにとても救われましたドジャースというチームのどんなところが選手たちが入団を選ぶポイントになるのでしょうかまず一番は現状ではワールドチャンピオンを狙える強いチームになったというのがここ最近の大きなポイントであり僕がいた時との違いでもあります レイズから来たアンドリュー・フリードマン氏が編成本部長となってからドジャースは明らかにチーム力が上がり強くなったと思います。やっぱり選手は勝ちたいですし、ワールドチャンピオンになりたいという思いをみんな持ってます。それに古くはオーレル・ハーシュハイザーさん、フェルナンド・バレンズエラさんとか、日本人ではのも、英雄さんとか、本当に多くの名選手を輩出している名門ですから。あとはやはり生活環境。 ロサンゼルスは、選手だけでなく家族も住みやすい街だと思います。どれもシンプルな要素だと思われるかもしれませんが、ワールドチャンピオンが狙える強さがある、名門チーム、生活しやすい、意外とこの三つ全てが揃うのはありそうで、あまりない。それぐらいアメリカは広く、気候や生活環境が過酷なチームも多いので、ドジャースにはこういった様々な利点があるかなと思います。 チーム事情や環境を知っていいるかからここそ2人に伝えたいことはありますか僕がいた当時と比べてドジャースというチームが変わったからとかではなく、いろんな意味で気遣いをしてしまう部分があると思いますなので、大谷選手と山本選手の関係性もそうですし、それ以外の、例えばトレーナーには日本人がいますし、マネジャーも日系の方、リハビリの方は中国系だと聞いています。 カメラマンなども含めて周りにはたくさんのアジア系のスタッフがいるので気を使わずに過ごしてほしいです。僕はポンと飛び込んだのでその環境が非常にありがたかったのですがみんながみんなそれを良しとするかどうかはわからないのでコミュニケーション疲れとか気づかれみたいなのだけはないようにしてほしいなと思いますね。何ならちょっと変わり者って言われるぐらいでいいんじゃないかなと思います。 二人ともそれぞれの道を極めている選手なので、そんなに心配はいらないかもしれないですが、自分がすべきこと、自分が成し遂げたいことにただただ集中して充実したシーズンにしてほしいです。斉藤隆史1970年生まれ、仙台市出身。宮城、東北高から東北福祉大を経て92年にドラフト1位で対応。現 DNA、入団。2006年に米大リーグ。 ドジャースに移籍、レッドソックスなどに在籍した後、13年に楽天で日本球界に復帰。球園で活躍し、球団創設以来初の日本一に貢献した。引退後はヤクルトや DNA でコーチを務めた。通算成績は日本で91勝81敗55セーブ。米大リーグで21勝15敗84セーブ。